仙台市議会議員選挙は維新が躍進、賛成と発議席、立憲民主党校者の当落がすごい衝撃的でしたということで、4月30日投開票の選挙結果を振り返っていきたいなというふうに思います。<laughs> えー、昨日生配信をねあの多くの方にあのご覧いただきまして、ありがとうございました。お付き合いいただきましてですね、まあ、かなり仙台市議選、今回盛り上がったんじゃないかなというふうに思います。はい まあ東北まあ、投票率は下がったんですけども、まあ、東北の中でまあ唯一の政令市議選というので、もともとね、与野党のあ本当、大物幹部、まあ、党首だったりとか、あかなりこの仙台に行かれていてっていうので、でもうほとんど皆さんね、政党の公認で出られている方が多くいらっしゃってっていうので、まあ、そこでね、皆さん結果とかにも一喜一憂してたんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そんな中ですね、えっと、仙台市議会議員選挙では、まあ、今回、仙台市選挙管理委員会が、まあ、2014年からすべての選挙でミスが起こっていた。 でまあ、今回どうなるのかというのがちょっと注目を浴びていたんですけれども、えー、2023年仙台市議選でもですね大学、えー、選挙区で、えー、開,放開票作業が遅れてしまいましたというのでちょっと新たな、えー、トラブルというのが、えー、追記されるような結果になってしまいましたという形ですね。ただもう仙台市選管のミスに関してはなんかも 愛着が湧くというか <laughs>、はい。また皆さんでね、ちょっと温かく見守っていきましょうという感じなんですけども、ただ今年はね、えっ、ー、と、宮城県議選が、えっ、ー、と、ございますので、まだ今年のうちに挽回できるチャンスはございますので、えー、ミスなしでいけるのかどうかっていうのは注目でございます。はい。まあ、生配信でですね、まあ、えっ、ー、と、元の深夜1時に終わるって予定だったんですけども、まあ、2時ぐらいまでかかってましたっていうとこで、まあ、一応3時間分、えー、昨日ちょっと生配信してたんですけども、その内容をちょっとギュッとまとめて、えー、ちょっと お話をしていきたいなというふうに思います。はい。 えー、7月30日投開票の選挙というところで、赤字の選挙について触れていきたいなと思います、えー。仙台市議選はメインで、他の選挙もちょっと触れていくっていう形ですね。はい。で、まずちょっと全体の選挙結果を振り返ってから、えー、ね、各ののこの政党について触れていきたいなというふうに思うんですけども、えー、自民党が、えー、当選18名というので、まあ、現職21から、えー、3名減ってしまいましたという形ですね。で、新人候補も、えー、落選してしまいましたという形です。はい。で、公明党は当選9名なので、えー、現状維持というような。 え、全員当選というような形ですね。で、立憲民主党は今回結構攻めた擁立をしてまして、まあ、あの、もともと12名現職、も社民党さんとか国民民主党だと合流して、え、人数増えていた状況だったんですけども、で、さらに新人も増やしてみたいな形だったんですけども、え、結果的には現職が1人、え、減るっていうような、え、形でしたと。あ、はい。なので、まあ、あの、もともと持っていた議席から、え、1減らして当選11名というような形です。はい。で、共産党さんに関しては、 えっと、選挙前6議席だったのが今回も6議席でしたっていうような。 形ですねただ7全員当選目指してたので、まあ、1ちょっと、えー、取れなかったとっいうような形です。で、維新に関しては、まあ、5つの選挙区に全部擁立して、全員当選されたっていうので、今結構メディアとかでもですね、維新・薬師みたいなねスタイトルが出ているんですけども、えー、今回全員当選されたというような形になります。で、れいわ新選組は1人擁立してたんですけども、そこが取れなかったっていうような感じですね。で、参政党に関しては、えー、公認4名出していて、1人当選3名落選っていうところなんですけども、この 仙台市議議会でででははも初めて議席を取られましたいいうようよな感じです、はい、で国民民主党は公認はいなくて推薦が2名だったんですけども、えー、1人当選で1人落選というような形でしたと。はいで無所属候補は、えー、当選4名というところですね、国民民主党と自民党推薦以外の候補でという、えー、ところになっております。ではです、ね、ちょっと触れていきたいなという,ふうに思うんですけども、えー、まずですね、まあ多分今メディアとかでもあのかなりちょっと。えー 維新がこうね、まずメインで多分書かれてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、維新は今回仙台市議選で、まあ、初めて議席を取られました。で、しかも5名擁立して5名とも当選されたっていうので、まあ、かなり躍進的なね、ちょっと書かれ方をしてますと。はい。で、僕が見に行った時もね、藤田幹事長とか、えー、演説されていてみたいなところで、で、馬場代表も入られたりとか、まあ、かなり維新も総力戦でやられていたのかなというふうに思います。実際、ビラとかも、えー、維新初めての仙台市議会議員選挙公認候補者へとか、 まあこういったね、えー、政党系の,あの法定ビラなど出されておりまして、まあ、とにかく初めてこの仙台で議席を取るんだっていうような形でやられていたんですけども、えー、全員当選したので,で、馬場さんもね、早速やられてたんですけども、あの宮城県議選でも、えー、維新も擁立していくっていうのなので、まあ、今回、仙台で出して当選したっていうので、まあ、今後、宮城県議選で出たい人も増えてくるのかな、やっぱ当選できる政党に候補者集まってきますので、まあ、そこをね、こう仙台っていうのも一つ攻略して始めて、 めたのかなといいう,うに思いますで1つ象徴的だったのは、大学区でこう福田洋介さんという方がもうトップ当選をされていた、消防士の方がですね、えー、トップ当選されていたというのがありまして、ただ全員トップ当選というわけではないんですけども、でちなみに仁恵と子さんというね、えー、方も当選されていたんですけども、でも聞いたんですよ。医師ってこう 仙台とかどういう感触なんですかって聞いたら、一、え、応、ー、言われていたのが、なんか若者というよりもどちらかといと言えば年配の方の保守層になんか結構今回医師に入れるよみたいな言われてるっていうな感触がありますみたいなことを言われていて、あ、なんか医師で結構若者から票を集められてるイメージあったんですけど、割と投票行く層がの保守系の 方が今回維新という選択肢になってたっていうのが一つ人間さんの感触として言われていたっていうような形になります。はい。で、ちょっと象徴的だったのが青バックですね。 えー、この早坂千秋さんこれ維新の方ででこの平井みどりさんって方が、えー、参議院選挙宮城選挙区で、えー、維新から出られていてで今回の仙台市議選は維新ではなくて無所属へ出られていたんですけども早坂千秋さんの方が当選されて平井みどりさんは落選されたっていうような形ですねはいで平井みどりさんがそのまま維新から出てたらどうなってるのかっていうのはなんで維新から離れたのかっていうのはちょっと分かっていないんですけどもはいで平井みどりさんはもともとね、えー、仙台市議とかやっていてただ元と宮城の区選挙区の方の なのでまあ、なんで青葉から出たのかなっていうのはちょっとよくわかんない感じになっておりますで、ただ早坂千明さん当選したんですけどあんま上位当選ではなかったんですよでこの早坂千明さんって方は維新の国会議員の早坂敦史さん衆議院議員の早坂敦史さんの奥さんっていう、えー、方になっておりますのででその早坂敦史さんの奥さんの早坂千明さんが上位当選できてないって考えると ちょっと次の周辺、早坂さんどうなっていくのかなっていうのは、ちょっと気になるポイントかなっていうふうには、えー、思いますね。おそらく東北地方で、あの、維新は衆議院候補でいっぱい出てくると思いますので、まあ、おそらく比例復活争い、赤配率争いっていうような、えー、状況になってくると思うので、この早坂さんにとってちょっとあんまり、ここがどう評価してるのかなっていうのはちょっと気になるポイントなのかなっていうふうに思ってます。はい。 で、えー、維新が東条宏美さん、これ再開当選の方もいらっしゃいましたっていうので、この方、ちょっとユニークな経歴の方がいらっしゃったんですけども、えー、日本初の LGBT コメンテーターっていうので、なんか昔ね、あのー、ここが変だよ日本人って TBS で番組がありまして、それこそゾマホンさんとかね、全盛期とかで出られてる時に、まあかなりこうバチバチの討論とかやってて、これなんかね、あのー、 その会話内容みたいなのが検索者出てくるので見ていただく、かなり激しいバトルが繰り広げられておりましたので見ていただければと思うんですけども、で、日本はその LGBT コメンテーターっていうので、ね、だからこう、僕見に、見てた時も、なんか演説のキャッチフレーズが、 純情愛情登場ってすごい珍しい、えー、キャッチフレーズを言われていて、純情愛情っていうのを選、選挙カーの上から言うのかみたいなね、えー、ところでかなりちょっと意外だったんですけど、まあ、この当場広井さは当選されましたってとこですね。そして、えー、現役競輪選手、関東つもさんも当選されました。から、この方かなり上位当選だったんですけども、はい。で、ちなみに、この医師の関東つもさん当選されたんですけども、えっ、ー、と、もう一個ですね、えっ、ー、と、長野県の原ラソン町戦ですね、えー、 牛山さんっていう、えー、とートリノオリンピックに出場した元スピードスケート選手、オリンピアンの方ですね。でかつ競輪選手としても活躍していた、えー、この牛山さんなんですけども、えー、村長選に、えー、当選されましたというのでなので7月30日にあの競輪会から2人政治に入っていったという、えー、形になります。はい、でトースポさんではです、ねえー、小田原競輪、えー、足澤大輔、えー 村長選当選の牛山武博にエール。早く村長と呼びたいっていうね。そういった記事も出るぐらいの形になっているので、今後ちょっと競輪界から政治の世界に行くっていうのが、もしかしたら増えてくるかもしれないですね。昔、あの、えー、アテネオリンピックで、えー、メダリストを取っていた方が、茨城県知事選とか出て、長塚さんっていう方がね、出ていたんですそれで落選して国会議員には結局慣れなかったので、あの衆院選とかに出られたりとか、あ、違う、参議院選挙にも出られたりとかしたんですけども、落選された方がいらっしゃったんですけども、今回一応競輪世界から 入っっててきた方がいいらししゃるううよなな形になります。そして、えー、維新と同様に全員当選されたのが公明党というような形になるんですけども、えー、公明党さんはですね今回ちょっとパンダをしておりまして、まあ、パンダ誘致で、まあ、仙台を観光都市へっていうですねまあそういったのを載せたりとかしている方もいらっしゃって。でこの 八木山動物公園っていうところにパンダを持ってこようとしてる、誘致しようとしてるってとこで、で、これあの、仙台が勝手に行ってるだけじゃなくて、あの、公明党の山口夏男代表、なっちゃんが、もうそれこそ公明党中国とパイプがあるんで、もうなっちゃんマターで、もうとにかく、えー、中国のとこでやった時に、えー、パンダの誘致場所として仙台をもう推薦していくっていう、今そういった状況でやっているらしいですね。はい。 ただですね、ちょっと公明党さん、仙台でいい結果だったんですけど、ちょっと岡山県の林間町長戦ですねえ。こちらで公明党推薦の現職が新人の佐藤さんに負けてしまうということがございましたな。公明党推薦だけっていうのもすごい珍しいなというふうに思ったんですけども、はい。ただですね、ちょっと昨日チャット欄とかでもね、生配信中ありましたけども、え結果が73票差の大接戦だったんですよ。ただ、無効票が75ということで、 これは揉めそうだぞって今、形で言われております。はい。揉めそうな結果だなっていう感じになっております。はい。で、えー、ついで、躍進だったのは、参政党の方ですね。初めて議席で取られましたってとこで、まあ、これね、評価分かれるかなというふうに思います。まあ、当選1名で落選3名なので、これどうなのかっていうとこなんですけども、えー、僕、個人的に行くと、まあ、政令市議選で、まあ、参政党の支持率で当選するのは、まあ、普通に、 まあ、プラスの結果だったのかなって、これ、一人通るのと、あの、ゼロっていうのは全然見え方変わってくるので、まあ、ここは賛成党的には、この本当に大川原さんが当選したのはかなりでかかったのかなっていうふうに思いますね。しかも政令市でも、まあ、立すれば当選するっていうね、まあ、一つ結果を残すことができたっていうのでね。はい。で、えー、っと、こので、しかも、あの、福島市議選で、えー、っと、この前賛成党落選してたので、まあ、遠くで、 まあこういう精霊市で足がかりを得たっていうのは大きいのかなというふうには思います。はい。一応宮城のくらはギリギリ最下位で当選したっていうので、えー、で,でもね、落選者3人が全員男性で、 えー、参政と大川原さんが、まあ、当選したって形なんですけども、参政と結構あの、子育て世代の方が出た時めっちゃ強いなっていうイメージがあったりするんで、もしかしたら今後当選するためによりちょっと子育て世代の方を中心に出していくっていうのは、えー、あるのかなっていうふうに思います。なんか今回衆院選とかでもね、東京選挙区とかでも、あの、 東京ファイブってメンバーが全員女性の校舎を出していくみたいなね。20代、30代の校舎をメインに出していくみたいな戦略をやっているんで、まあちょっとこの子育て世代をどんどん中心に出していく。まあ今、あの、どの政党も子育て世代が一番結構トレンドとしてねなと、えー、子育て世代の女性候補が出ると票が伸びやすいっていうのが、まあ各地方選挙で今傾向としてあるんですけども、まあ賛成党でもちょっと同じような状況になってますっていうような形です。で賛成党今回、他の選挙でもですね、えっ、ー、と、福島県の、えー、と西郷村、えー、ここの村議選がございまして、 え小沢優太ささんとといいううう方が票で当選されたというような形にななります、はい、なのでちょっと人口規模が少ない、えー、こう村の村議選とかでもまあこの選挙は1人しか落ちない選挙だったんですけども、えー、一応参戦を出すと当選するというのでまあ先週の、えー、と新潟県の、えー、と関川村議選に続きまあこういった村のところでもねしっかり取ってるっていうのはまあ今後こういう人口規模の少ないところであの基本人口規模の少ない村って 政党公認で出る人ってあんまりいないんですよ。基本的に無所属で出るっていうのがセオリーなんですけども、今後参政党で出るっていうのは、なんか普通の光景になってくるのかなというふうには見てて思いましたね。はい。なので、参政党的には、まあ今週もいい結果だったんじゃないかなというふうに思います。ただ、令和新選組がね、 逆によく参政党では進行政党としてどうなっていくのかっていうの注目されてたんですけどもえ、ここは落選してしまいましたっていうとこでね、で、完全に無謀だったかっていうとそうではなくて、3096票で223票差だったっていうので、で、選挙期間中山本太郎さんが入ってなかったのがちょっとね、なんか不思議な感じがあったんですけども、はい、えー、ここがね、223票差、これがねああの、埋まるか埋まらないかで、ちょっとね、メディアへの書かれ方とかでもかなり変わってくるので、えー、言いたかったのかなっていうふうには、 思いいますねはい、で以前福島市議選で令和が落選した時これべくれてる発言がもしかしたら影響にあったんじゃないかみたいなね <laughs>、えー、ところで言ったんですけどももしかしたらこれ東北の中でまだ純粋に令和が勝つ力がないっていう見え方もするのかなというふうに思います。ただ政令市議選当選するのののめちゃくちゃゃくいのでなのでなまあ えー、例えばこ東北の他の福島以外の一般地で令和が出たときに受かるかどうかで、この福島の、えー、だからこう、べくれてる発言がこう影響あるのかどうかっていうのはわかるのかなっていうふうには思いますね。はい、ただ山本太郎さん、一応、選挙期間中じゃない、えー、その1ヶ月前ぐらいにはこの仙台に来られて、えー、一応ね、あの活動されてましたってところなんですけども。はい 今回、令和は一人立ててえ、ダメでしたっていうような、えー、形です。はい。えー、そして、立憲民主党がですね、僕、もうかなりちょっと衝撃を受けました、結果。はい。あの、トップ当選だった、正直僕が絶対当選すると思っていたメンバーがちょっと落ちたっていうですね。はい。えー、前回、トップ当選候補が、えー、泉区は細野隆さん、9473票だったのが、3795票になって落選すると。 そして、えー、青葉区の佐藤和歌子さん、6980分だったのが、えー、3616票になって落選するというような形で、これはすごい衝撃的でしたね。僕も昨日ちょっとあの生配信中、すごいびっくりしたんですけども、はい。このメンバーが落ちるとは思ってなかったです。はい。 で、えっ、ー、とまあこれ、泉区細野隆さんに関しては、まず立憲民主党自体、候補者増やしたっていうのがあ,るありますし、この後藤咲子さんっていう結構、票を取りそうな方が出てこられたっていうのも、ちょっと影響あったのかなというふうに思うんですけども、で、もう一個ちょっと根本的なちょっと問題があるなと思ってもるのが、今回、社民党から立憲民主党に合流組っていうのが、もう全員当選してるんですよ。 で一応、この石川県知事さん以外は全員票数も伸ばされているっていうので、まあ、この社民党から立憲に合流したっていうのが、もともと純粋立憲民主党、2019年の仙台市議選で立憲民主党公認で出られていた方が、今回落選してしまうっていうような、えー、ことがあったので、まあ、ここの影響っていうのはあったのかなと、まあ、社民党から立憲に合流したので、そもそも候補者数がめっちゃ増えていると、さらに新人も出してきたというのでね、彼ちょっと攻めすぎたかなっていう、票割が彼,は彼は失敗したかなっていうふうには思いますね。はい。 ただ、ちょっとこの減り方がね、かなりびっくりしたんですけども、というような、えー、形です、はい。ちなみに国民民主党から立憲に合流された方は、えっと、前回再開当選になってたんですけども、かなり、えー、今日も取られてましたというような、えー、形で、沼沢審さんは当選されたというような、えー、形ですね。はい そして、えー、今回も僕がこの仙台市議選に一番注目しておりました。えー、鈴木すみえ VS 吉田豪。これ、立憲民主の鈴木すみえさんと、えー、共産党の吉田豪さんですね。えー、これ、文書パクリ騒動っていうのがね、あのかなりネット上で燃えておりまして、えー、鈴木すみえさんが吉田豪さんがね、こう、政治活動で配布していたレポートの内容を、まあ、投用した、パクった、パクってレポートを配布してしたみたいなね、えー、形で言われてまして、で、文面もほぼコピペされているような内容でしたっていうので、で、あのー、 実際ですね、これ、あの吉田剛さんの奥さんである庄司あかりさんがね、こうネット上でもちょっと怒っていて、みてで共産党支持者もぶち切れててみたいなえ、そういったことがございましたと、で立憲民主党の鈴木すみ候補のえパクったとの謝罪対応みたいなのがめちゃくちゃ演奏していてみたいなところでね、これ以前ちょっと動画で詳しくやってるので、そちらを見ていただければなというふうに思うんですけども、で最終的に和解はされました、でも鈴木すみさんはね、結構かなりダメージを受けているというような形だったんですけども、なんと鈴木すみさん、当選しました。 すごい。だから地域で相当頑張っつたってことですね。はい。も地元の方にすごい評価されているっていうので、鈴木澄江さんが当選されて、え同じね若林しか出ている渡辺ひ美さんが落選するっていうようなえ形でございます。これはね僕予想してなかったです。 正直、鈴木みえ票が渡辺博美票にどんどん持ってかれる感じになるんじゃないかなというふうふに思っておりました。で実際、この、えー、同じ選挙区の衆議院の鎌、えー、田さゆりさんはもうツイッター t e r ドルも渡辺博美さんの方にかなりなんか、えー、尽力しているのかなというぐらい応援入ってたので、あのー、鈴木みえさんはかなり厳しいかなとうう思ってたんですけど、も、鈴木みえさんが当選して渡辺博美さんが落選するというような感じだったんですね。 ポスターと、あのー、この街頭での活動の、あの、見え方を統一しなかったのかっていうね。あの、ここはマジでちょっと疑問だったんですけども、はい。これ、なんか一緒に、こっちの選挙ポスターも麦わらで行った方が良かったんじゃないかなって思うんですけどね。なんか、わかんないちょっと気になった感じでございます。はい。 でね、本当にだからこう鈴木すみえさんはだ立憲民主党のね鎌、えー、田さゆりさんの衆議院の小選挙区内に出ている候補者が一度に集まるところでも、えー、鈴木すみえさんは若い子でも一人いなかったりみたいなところがあったんで、まあ、隠されてるのかなというふうに思ったとかなとか一緒になんかこう、ね、演説すると立憲民主党自体にマイナスになるから、えー、やってないのかなというふうに思ったんですけどもやっぱり地域活動とかやってる方っていうのは、まあ、どんな不祥事があったとし。 炎上し,したりしても当選したりしますので、ね、で実際、でも、このなんか地元であんま話題になってなかったっぽいですね、なんかあの共産党の、ね、吉田坊さん、庄司あかりさんね、えー、ちょっと聞いたんですけども、やっぱり年配の共産党支持者はそもそも Twitter 見てないので、あの知らないと。 で、あの、KY 党ってね、共産党のことを KY 党ってね、立憲民主党は揶揄したっていうところなんですけども、そもそも KY っていう言葉を知らない。あの、そこの説明からしないといけないという状況だったんで、まあ、なので、あんま地元ではもしかしたら話題になってなかったってこともあるかなってただ全国のこの共産党支持者から立憲民主党の方にかなりクレームの電話が入っているらしいんですけども、はい。っていうような状況でございました。はい。えー、ちなみに自民党はですね、今回だから、えっ、ー、と、 自席減らしているんですけども、落選した方っていうのは、前回の2019年の仙台市議選で、大体再開当選だったりとか、回、まあ、当選の方が今回落選されたっていうような形になります。はい。で、最終的な結果でいくと、だからもともと上位だった方がなんでっていうの感じではなんなかったです。青バックではね、ちょっとそれが起こりそうな感じだったんですけども、えギリ耐えたっていうような感じでございました。はい。 で、えっと、自民党の会派っていうのが、こう、仙台で2つに分かれていて、えー、前回の仙台総選の時に、もともと民主系の国会議員だった、まあ、コーリさん。 を、まあ、自民党がね、こう推薦する、応援するってなった時に、え、それに反発した方々がいらっしゃいまして、そこで会派が分かれたっていうような形になったんですけども、ただ、えっと、村岡さんがそのね、えっ小利首相を応援しない系の、えー、自民党の会派にいらっしゃる方で、えー、岡部さすがるさんっていうのは、小利さを応援する系のね、え、会派にいらっしゃる方なので、なんか特に会派ごとの特徴っていうのはなかったかなっていうふうに思います。はい。なので、えー、この後自民党は会派はそのまま分裂したままになるのかどうかっていうのは、ちょっと注目でございます。はい。 ちなみにね、えー、自民党の国会議員のね、この宮城の秋葉健さんが、あの、選挙当日にね、ちょっとこれ怪しいツイート、ってか、これ、は公選法大丈夫なんですかみたいな、ちょっと、あ,いやあの、ツイートされてたんですけども、はい。えー、ここはちょっと注目でございます。はい。 で、えっと、共産党さんに関しては、えっと、今回ね、えっと、青葉区、前回3人出して2人も倒れするっていう、1人しか受かんなかったっていう状況があったんですけども、今回青葉区に関しては、2人に絞って出して、菅野さんと花木さんは両方当選されましたっていうような感じでございます。はい。 でね、この菅野直子さんに関しては、あの、これ報道など流れましたけども、えー、JR ガード下で立ち往生すると2時間通行止めしてしまったっていうのでね、これ立ち往生前の選挙カーになるんですけども、ただ一応結果としては当選したので、まあ、そこの影響は、えー、なく済んだのかなっていうふうには、ええと思います。はい。ただ、大白区ですね。 あの、一本化してね、候補者増やせるかなとて思ったんですけども、大学区で落選しましたっていうので、えー、この金上さんという方がね、えっ、ー、と、もともと他の現職議員さんからね、あの、一応スイッチするバトンタッチだったんですけども、えー、ここが失敗してしまいましたという感じですね。ただ、あの、これ、票割りの問題ではなくて、高村さんも結構回答戦だったんで、大学区はちょっと2人通す力がなかったのかなというふうには思います。はい。 で、国民民主党さんに関しては、え今回1名当選っていうので、えゴーコ・ショタロウさんっていう方がえ当選されて、小野寺健さんが落選されましたっていうような形で、ゴ子コさんに関しては結構上位当選になったんですけども、はい。なんで名案が分かれましたって形ですね。玉木さんが入ってたんですけども、はい。えー、玉木さんもこう仙台入りしてたんですけども、ちょっと厳しかったですっていう感じですね。はい。 ちなみに、この伊藤裕太さんという方が青バックでトップ当選されてました。えー、なんとですね、あの、明石市長の泉房穂も応援してますというのでですね、えー、泉さん結構全面的に押し出されたりもしていたんですけども、まあ、この方結構なんか YouTube とかで、あの、広告多分回してたんじゃないかなってぐらい再生数が、えー、10万再生以上足されていたので、多分広告してたんじゃないかなって思うんですけども、はい。まあそういったところでネット活動だったりとか、なんかリアルなところでもかなり活動されていらっしゃった方みたいですね。で元々この方、えー、さ神奈川県のザマの市議会議員を やられてた方になっておりましてそれこそ神奈川13区であまさんとね対決していた方になっております衛生の党だったんですね当時でその後2017年希望の党で宮城の方で衆議院選挙出られて落選してその後前回の仙台市議選で出られて6144票ってところだったんですけども今回それが8288票に伸ばされましたっていうのでねこの伊藤裕太さんはすごい なんか選挙活動をね、めちゃくちゃやってるっていうか、あの、すごい活動量が多いみたいなところ噂になっていて、それこそ、えー、共産党の少女あか明さんがですね、伊藤もし、えー、仙台で見に来たら伊藤ゆ太さんを見た方がなんか面白いかもしれないよみたいな感じで教えていただいたりとかもあったんで、この伊藤ゆ太さんはめちゃくちゃ強かったっていうような、えー、感じでございますね。はい。 え、ちなみに、無所属候補でちょっと注目していた方、大草義恵さん、この方衆議院選とかも出られた方なんですけども、え、前代の、え、前回、え、仙台市議選落選しまして、え、その後宮城県議選落選しまして、その後、え、衆議院選挙で落選して、え、今回ね、え、仙台市議選で出られて当選したと。 三連敗した後、ちゃんと当選されてるっていうのは、やっぱすごいなっていうふうには思います。そして、むしろ逆に、え、全、え、元々自民党でえ衆議院議員やられていて、まあ仙台市長選でられて落選したりとか、もいろんな選挙出て落選している加納美恵さんっていう方はえ、今回落選しました。まあ元大久保美恵さんとかね、言われたりもしてましたけども、はい、え、落選したっていうような形です。明暗が分かれましたとこですね。はい。でちょっと仙台ちょっと以上にしまして、えー、もう一個ちょっと大きな注目な選挙が、まあ京都府の無効主義 議がございましたとここは定数20でえ今回2位削減された選挙なんですけどもここは何で注目だったのかと言いますと共産党さんがもう第1会派だったんですよ。え6議席取られていていあの 議会の議席占有率が3割を超えている議会だったら共産党がめちゃくちゃ強い選挙だったんですけども、ただ今回、えー、2名落選してしまって4議席になってしまいましたって形ですね。で、一方、維新が、まあ京都で今ね、勢いありますけども、1議席だったのが3議席に増えましたって形ですね。で、この、え効、ー、向こうっていうのは、えー、京都3区の異例になっておりまして、泉健太さんの選挙区なんですけども、え立憲民主は1人擁立で1人当選っていう形になります。ちなみにえ別で、前原さんが応援している補者も当選れされたりともしました。 だけどもで、自民党がですね、現職の自民党会派の方が1名落選されましたっていうところで、で、なんかね、これ、向こうして自民党会派分裂してるんですよ。なので、ちょっと今後、 えー、無所属系の議員とかも含めて、会派がどうなるかによって、まだね、一応公認とかベースでいくと、えー、共産党がまだ第一会派取れる人数であるので、まあ、今後ちょっと会派構成次第で、えー、共産党が第一会派になるのかどうかっていうのは、えー、注目なのかなというふうに思います。はい。そして再開当選されたのもね、あの、社民党の扱い恵子さんって方なんですけども、えー、この方一度ちょっと炎上していたことがありまして、あの、統一協会に、 入っている。まあ、引っかかっている、あの、信者に対して、馬鹿げた宗教に引っかかってっていうのを SNS で言われて炎上するっていう、さすがに社民とも謝罪するっていう事件があったんですけども、えー、この方は当選されましたっていうような形です。はい。 えちなみにね、この向こう市の共産党のね、なんで強いのかとて知りたい方っていうのは、一応本出ておりますので、僕もこれ買ってます。ただまだ読めてないんですけども、世、えー、直しご一緒にっていうね、えー、議席占有率33%を築いた日本共産党、えー、京都府向こう市議会議員団長の44年間で本がありますので、えー、こちらね、読んでいただくとわかるのかなというふうに思います。はい。 もともと二人からね、八人の議席に持っていかれたっていうのはね、いや、すごいなっていうふうに思うんですけども。はい。僕も、ちょっと後ほど読みたいなというふうに思います。はい。で、他にちょっと注目だったのが、えー、共産党さんできと南伊豆町議選ですね。えー、ここはですね、まあ、 政党出ている方は一人だったんですけども、ここは落選してしまったって形ですね。あともう一個注目されてるのが、これ、東京新聞さんの記事に出てたんですけども、60年間女性議員がゼロなんですよ。え1963年までいらっしゃった1963年から女性議員が一人もいないっていう状況が続いてるっていので、これ、みざみいず何が起こってるのって感じですね。だから、も問い合わせはあったらしいんですけどね、ただちょっと報酬が少ないんで出ないんじゃないかみたいな。なんかパートやってた方が、子育て世代とかはね、えー、とちゃんと就任になるっていうのでって、そういうね、要因も挙げられていたんですけども、 ここは60年間女性議員がいないというのはかなり気になるところですね。はい そして、えっ、ー、と、藍津若松市長選、現職がね、当選された市長選なんですけども、ちょっとね、あの、選挙候補でユニークな方がいらっしゃいましたというとことで、第11代会津藩藩主の方がいらっしゃったりとか、はい。そして、えっ、ー、と、岐阜県の蟹、えー、市議会議員選挙ですね。えー、ここのね、山根和夫さんもちょっと選挙候補を決めてしまってるんで、まあ、昨日僕の生配信中のやつをちょっと使っているんですけども、山根和夫さんって方が、えー、ちょっとですね、あのー、政務活動費請求するとこと、 えっと、そもそも助成金を使って請求するとこ、まあ、交付金の、まあ、二重請求みたいな指示を受けて、まあ、それがバレて、えーねまあ、議員を辞めた方なんですけども、今回謝罪から、えー、出られておりました。 で、この方は落選してしまうというような形でございまし山根和夫さん。もともとね、立憲民主党の方が不正を起こしたというような形だったんですけども、えちなみに今回別の立憲民主党に出られている方は今回当選されてたので、だから立憲民主党自体は、あの、今回、えー、議席自体は維持できたのかなというふうに思います。はいで。山根さんは落選されてしまいましたというような形ですね。はい。で、もう一個ですね、ょ昨日、あの、ちょっと生配信を教えてもらった感じなんですけども、山梨県の押野村村長選というのがありまして、新人の大森さんという方が当選されましたという方、 形ですただ、でこのね、えー、天野武雄さんで現職の方がね、えー、3期目目指す形で落選した形になるんですけども、これね、お城村ってずっとなんか、天野っていう名ンーーの方がずっと村長をやれてるらしいんですよ。はいえー、今、3人目の、ね、名前並べてるんですけども、はいでとうとう天野っていう名前の方から大森に変わったっていうのが注目、えー、でございます。はい <laughs> えー、そういったところもありましたというところで、本当にね、まあ、いろんな選挙が、あの、毎週あるわけなんですけども、まあ、かなりね、まあ、今週もちょっといろんな選挙盛り上がったんじゃないかなというふうに思います。はい。またね、えー、来週以降も、まあ、毎週いろんな、えー、各地で選挙が行われておりますので、ちょっと注目ポイントとかもどんどん取り上げていきたいなというふうに思います。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。そして仙台市議選、まあ、講師屋さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。